はい、どうも、神谷ゲームズ、神谷です。今回も戦国無双5、第6章信長編、伊賀越え、やっていきたいと思います。信長と共に武田家を滅ぼした家康は、戦の後処理を済ませた後、信長の招きに応じて京へと登った。京に滞在後、家康はわずかな友のみを連れて上方の町を視察していたが、そこへ半蔵が急報をもたらす。秀吉の援軍に向かうはずの光秀が突如信長のいる本能寺を急襲し、信長が応死したというのである。伊賀越え。兄上が見まかられただと。若、お気を確かに。とにもかくにも三河に戻らねば我らは何もできませぬぞ。信長様が討たれたとなりゃ急がねえと。俺たちにも追手がかかるかもしれねえな。三河への道、伊賀を越えるのが最も早かろう。桃地の残党が潜んでいるやもしれぬが。どうする竹千代。しっかりしねえか。お前が何とかしねえとまた乱世を一からやり直すことになっちまうぞ。信長様の大志を告げるのは同格の名優たる若のみ。ことは一刻を争いますぞ。兄上の大志を私が継ぐ。そうだ、このような場所で果てるわけにはいかぬ。よう申された。されば伊賀越えにて三河を目指しますぞ。伊賀流の神髄を見せん。星の甲ってのを見せつけてやれ。伊賀は忍びの残党やら野党やらの巣窟だ。気をつけて進まねえと足をすくわれるぜ。花山殿が先行して砦を押さえているはず。バカ、合流を急ぎましょうぞ。ああ、わかった。何としても三河に帰り、兄上の小石を次の世に繋がなくては。徳川の奴らを通すな。鉄砲を食らわせてやれ。これは厳しい。味方が襲われているぞ。助ければ。私の退路を開くため、皆が各所で先行して戦ってくれている。こんなところで誰も失いたくはない。皆一丸となって切り抜けよう。大層な身なりの奴がいるじゃねえか。身ぐるみ剥がしてやれ。何、敵に囲まれたか。味方を救えたようだ。この先の肘山城は守りが手薄のようです。そこを通れば伊賀を抜ける近道となりますぞ。伊賀者の罠かもしれません。そこを抜ければ近道にはなりましょう。ならばたとえ罠でも進むのみだ。開門。この伊賀を越えようなど少子覚悟せい。なんだってんだ、邪魔する奴らは残らず倒せ。俺たちの前に現れたのが運の尽きだ。じゃあな。やめろ。うおー、打ち死に。花山殿がやられたか。開門。家康ってやつの首を取れば褒美がもらえんだ。あいつじゃねえか。行くぞ。私が狙われているようだが、ここは押し通るしか手がないな。これで少しは進みやすくなるか。この砦は我らが抑えた。ここからなら伊賀を出せよう。
おお、味方が新たな拠点を押さえたようだ。みんな、あの砦を目指すぞ。出るぞ、家康を討ち取れ。徳川、ここは通さぬ。そらそら、他も邪魔立てするか。倒して進むぞ。不穏な輩がいるようだ。捨ておけば味方が脅かされるかもしれない。武士って連中が大嫌いでな。貴様らここで無様にのたれ死ね。本田啓発ここにあり。桃地とっくに死んだはずでは。とにかくこの地を死守せねば。三代やはり生きてる。奴を倒さねば伊賀を抜けるのは難しかろう。開門。よし、これで先へ進める。防ぎきれぬか。いや、さま、申し訳ございませぬ。ファイト。仕業か。この者だけは許せぬ。この手で打ち取ってやる。勝利条件変更。徳川家康、信長をあがめてたあいつを撃ちゃ少しは流因が下がるってもんだ。徳川勢に追い打ちをかけろ。この城に味方を呼び込めば家康様の伊賀越えもなるはずだ。城を狙ってやがったか。覚悟しろ。そらそら、何としてもこの城を抑えたいが、俺一人では厳しいか。味方が苦戦しているようだ。助けなくては。徳川の武士どもが逃げ回っているらしいぜ。一儲けできそうだ。行くぞ。早く味方と合流せねば。徳川勢だ、この場で討ち取ってしまえ。味方が戦っているようだ。急ぎ加勢してやらなくては。よし、これで援軍を呼び込めるぞ。お待たせいたした。これより我らも加勢いたす。開門。わしの出番だ。受けてみよう。あの砦、何やら匂う。やはり敵が潜んでおったか。バカを狙う敵は残らず潰しておかねば。徳川のやつらしぶといじゃねえか。仕方ねえ、俺の手で始末してやろう。開門。おお、あいつの鎧、上物じゃねえか。ありゃ高く売れるぜ。剥ぎ取っちまえ。ゲロよ、お主らになど撃たれはせんぞ。ザ・ファイブ。貴様らのしぶとさは褒めてやるが、生きて伊賀を抜けられると思うな。もち、奴を倒さねば伊賀越えはなるまい。ならば物の不の位置にかけ、奴を討ち取る。
この程度では終わるまい。若を狙う輩に目を光らせておかねば。半蔵らに守られてばかりでは情けない。私もさらに奮起しなくては。受けてみよう。時はかけられない。急ぎ倒すのだ。意地は見せたわ。もうよかろう。見事さらに精進せよ。恨まば恨め。ここは引こうかあるまい。周辺の敵は倒したな。先へ進むぞ。助かりました家康様。少しですが我らの食料をお受け取りください。おお、すまない。これでまた戦えそうだ。まだまだ押してまいる。あの砦でかすかに匂う。やむを得ん。奇襲はやめだ。迎え撃て。敵の企てを阻止できたようだ。恨まば恨め。叶う相手ではなかったか。なんと見事な。よう半蔵、懐かしき故郷にてめえの墓でも掘りに来たが。若を陥れた貴様俺は許さん。今日こそ地獄に落としてやるわ。武士の意地も道理も知ったことかよ。俺がまとめてぶっ壊してやるぜ。受けてみよう。俺は身勝手な武士どもに全てを奪われた。これは復讐だ。邪魔すんじゃねえよ。恨む相手が違うだろう。うちの当主とはそんな世を変えるため戦ってんだよ。死んでたまるかってんだよ。何が終わったって。確かに三河まではまだ遠かったな。違うだろう。終わりどころか始まってもいねえって話だ。やり方次第では天下も夢ではありますまい。天下、私が当主様ならそれくらいの志を持てってことだ。期待しておりますぞ若。荷が重いが、そなたたちの支えがあれば、あるいは、な。三河に着くまでに、
腹をくくっとけよ。ともあれ、先を急ぎましょう。ああ、まずは無事に帰ってからだ。以上、ガミアンでした。バイバイ。